ビギナーランニングマガジンへようこそ。乾燥強任巻目です。今回は知ってもらいたいブランド3足紹介したいと思います。<laughs> えー、いろんなね、え、シューズベンカーがまあしのぎを削っているところなんですが、例えばナイキア、アディダス、そして国内だったらアシックス、ミズノ。 で、えー、国内の中でもデサントだとかヨネックスだとかいろんな、ね、ブランドが出てますし、当然ニューバランス、プーマなんか、まあ、名前を聞いたことある方が非常に多いかなと思います。まあ、ここで上げただけでもですね、非常にいいのに、最近ではアンダーマー、オン、ホカ、こういったところの申請の、ね、勢力もどんどん出てるんですけれども、まだまだですね、まあ以前も紹介しましたけど、えー、ブランドがたくさんありますんで、 ぜひちょっと知っていただいて機会があったら履いてみてはいかがでしょうか。まず今回紹介するのはトポアスレチック、そしてカルフ、そしてニュートン。この3ブランドになってくるんですが、以前から履いていたまずはニュートンから。で、こちらに関しては反則シューズで僕呼んでるんですけれども、今で言うフォアフットを究極に、まあ、 特化したシューズという形で、ここが出っ張りですね。ここでこう、結果的に身長反射が生まれやすくなってくるということで、しっかりとフォアフットで着地すると、結果的にはちょっと浮いてますから、この分で伸長反射生まれて反動はつくと。ですので、いち早くですね、反発系のシューズということで、発売されているんで、 結構ね、トライアスリートの中では非常に人気の高いブランドなんですが、まあ、ロードに関してはあんまり履いてる人を見かけることは少ないですね。まあ、この辺も浸透の問題なのかもしれないですが、まあ、あとはちょっと薄めのシューズってのもありますけれども、非常に反応の高いシューズなので、 今で言うね、えー、カーボン系のシューズに匹敵するような走り心地です。ただやはり身長反射が強いので、まあ、いわゆるカーボン系のシューズと一緒で、まあ、ふくらはぎの肉離れたとか、張りだとかっていうところのリスクっていうのがありますから、しっかり体を整える必要性があるということです。で、この突起の部分ですね、この部分も浅いものからこういうふうに出っ張りの強いものまでいろいろ出ていますんで、 ぜひですね、ニュートンなんか体験していただいて、ヒールストライク気味の人だったらもう思いっきりここに当たってしまいますから。そういった走りの感覚っていうのも変えてくれるシューズになってきますし、しっかりと跳ねる感覚っていうのもつける意味でも。だから縄跳びがなくても縄跳び感覚で走れるという風になれば、 まあ、感じに言うと、飛ぶんではなくて、足を下ろすだけで跳ねていくよっていう靴になっていきますんで、ぜひですね、このニュートンなんかも、えー、楽しんでいただけると僕は思っていますね。で、続いて、カルフですね。多分ですね、クラシックのシューズで履いてる方が多いと思うんですが、スニーカーとして、この、ね、えー、白熊くんマークですけれども、 で、ここの良さというのは、ここですね。フルクラムっていう、この逆三角形になっている部分です。で、何っていうふうに、ね、思われる方が、思うと思うんですけど、ここから、パネルね、入ってますが。いわゆる、ここを中心に、これ、先ほどニュートンが、フォアフットだったら、ミッドフットの感覚で、いわゆるテコの原理で、少しヒールストライク気味でも、 このんとここのところが本当にテコのように転がっていくっていう不思議な感覚を見ます。これはね、履かないとわからないですね。ですので、トースプリングは別に尖がってるわけでもないですし、普通の靴には見えるんですけれども、この走りのテコの感覚っていうのは非常に面白いですね。ですので、体重移動とかが苦手な人っていうのは、 軽くこれ履いてみていただけると、あ、体重移動ってこういうことなんだなっていうこの実感できるシューズであります。ですからどうしても足からついてしまってっていう方に関しては、体が乗り込んでくってことがなかなかできにくいので、このフルクラムのおかげで、あ、乗り込むってこういうことなのねって分かっていただけると、非常にシューズ、 え、選び、もしくは、え、ランニングの幅、そしてホームっていうのが大きく変わってくれる手術ではないかなと思いますね。そして、トポアスレチック。これは元々のブランドのね、えー、CEO は、ファイブフィンガーの CEO でもあったと。ですので、靴もね、先ほどの カルフと似てれば似てるんですね。普通のこうかかとがあって、ソールが厚くてと思いがちなんですが、実はですね。まあこう、アルトラってブランドもね、ゼロフットで、えーね、ブロットロップがゼロミリなんですけれども、えー、そういったブランドと、まあ近しいってわけではないですが、だいたい3ミリから5ミリぐらいのかなりフラットなシューズで、少し厚底にしていると。ですので、感覚的にですね、 こちらもミッドフットからフォアフットに持っていくための、教育するためのシューズと。で、こちらの方はちょっとトースプリングが少し反り上がっているんで、こちらもですね、真ん中より前で踏み込むことによっての転がりっていうのが生まれていきます。そう考えてくると、海外の方ではやはりその体の作り方だとか乗り込みだとかを うまくですね、引き出してくれる手術ってのは増えてきてるんではないかなと思っていますね。ですので、体感する機会があれば、ぜひやっていただければと思いますね。で、えー、こちらの方はロードが中心のシューズカルフ。で、こちらがね、ロードプラス、えー、トレイルのバージョンもありますんで、結構トレイルに力入れてるところもありますから、トレイル好きな人はぜひ、トポなんかもいいと思います。そして、 より反発したいという方は、ニュートン。こういうのもいいと思います。ただ、ニュートンに関してはやっぱりスクトライアスロの話し,しましたけど、めちゃめちゃメッシュがね、こう、月と月性いいので、えー、水でびしゃびしゃになるような感覚の人であればいいと思いますけど、ちょっと冬場寒いかもしれないかなっていう気がしてならないですね。まあそんな形でいろんなブランドがありますし、 えー、結構体感してもらいたいっていうこともありますので、ぜひですね、機会があればこういったブランドも、えー、目に留めていただければと思います。えー、この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。感想を人マキ脇でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。